皆さん、こんばんは。エラウェブアーキテクツのプロジェクトで YouTube チャンネルを開始しました。本日は1時間ですけれども、プロジェクトの概要であったりとかをお知らせしたいと思います。チャンネルはですね、YouTube の方でも配信しておりまして、Twitter、Facebook 等々にもですね、配信している格好でございます。今日はですね、このプロジェクト、 で、あの参加メンバーをしていただきます、ごさんにもですね、あの参加していただきまして、二人でお送りしようと思いますので、よろしくお願いします。はい、始まりました。ご君。こんばんは、はい。よろしくお願いします。こんばんは。いやー、なんかこんな時が来るとは思いもしませんでしたよね、きっと。いや、本当にそうですね、あの走り始めた頃はどうなるかと思いましたが。そうですよね。はい えっと、放送第1回目ということで。いつぐらいから参加されてましたえっと、振り返るとまだなんか人が集まってもはばかられない頃に集まってますよね。僕多分2回目の打ち合わせかか,から入ってるんで、そんでね、2>, 2月かど、うん、のぐらいですかね。そうですね。実際には多分その11月、12月ぐらいから話はして、えっと、 実はそこで一回忘年会みたいなものもしたりとかね、してたんですよ。なるほど。それから多分、春先になって、話を進めようと思った時にコロナになったっていう一応経緯なんですよね。そうですね。まさか、なんかこうタイミングがいろいろ重なって、果たしてできるのかみたいなの一瞬ありましたけども。 いや本当そうです。なので、それぐらいちょっと今回はあの再始動という形なので、いろいろ気合い入れてやろうかなという中での,、はい、あの YouTube チャンネルあの、オンライン配信になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもよろしくお願いいたします。 では、<速>はじめに、まあ。そうですね。はい、チャンネルの、まあ、簡単な概要を、えー、坂本さんの方から、はい、あの、皆さんにちょっとご説明していただければなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、冒頭でも話しましたけれども、あの、エラー Web アーキテクツというですね、あの、任意のプロジェクト、あの、プライベートなプロジェクトですけれども、あのそちらで進めております、えーまあプロジェクトの進捗とかですね、アップデートみたいなものをお届けする番組になっております。 エラウェブアーキテクツっていうもの自体をですね、あの後でも詳しくご紹介しますけれども、あの写真展のようなものを企画しておりますので、その写真展がですね、来年予定しております。まあ、それまでの間ですね、あのこういう形でいろんなこう情報をですね提供させていただきつつ、あのモデルの方であったりとか,か、関係者の方であったりとか、いろんな方にお話を聞きつつ、あの情報をお届けしたいなと思ってますので、あのそんな感じで。 やろろううかかなというといころですかね、はい、ありがとうございますあの、はいまあ、企画が立ち上がって、まあ、公にこう告知というかお知らせが、まあ、出た時にやっぱりこの坂本さんがこの企画をなぜこのタイミングでっていうのは結構みんな逆に考えさせられたのかなというふうにあの思っていてそれは僕らもこのプロジェクトを最初に聞いた時にあの意味のある 何か活動ではあるものの、その坂本さんがどうして今このタイミングでなのかっていうところは僕もすごく当時気になったので、今日はあの紹介する中で皆さんにもそういうところを、あの、そうですね、あの、坂本さんの言葉で、あの、お伝えしていただくと、あの、このプロジェクトへの興味関心というのはより、あの、高まるんじゃないかなと、あの、当時説明していただいた私はあのとても思うので、はい、ぜひ。 今日そういういいととこを語っっててただければなと思ってますはい、ありがとうございます。はい。まずは、じゃあ、まあ、ちょっと自己紹介も含めてしましょうかね。はい。そうですね。いいですかね。僕の方から、じゃあ、あの、したいと思いますけれども、あの、はい、今回のこのエラウェブアーキテクツのプロジェクトの一応、発起人になります、坂本と申します。あの、私はですね、あの、ちょうど実は、えっと、まあ、二十歳ぐらいからですけれども、 まあ19歳からかな、厳密に言うと。あの、ウェブのまあ仕事というかですね、専門学校に行ってましたので、当時。そういったところから、あの、ウェブデザインみたいなものに多く関わりました。それから、あの、ま、味ですね、それから15年ぐらい、も,もっとですかね、あの、ウェブに関わることになったんですけれども、その中でですね、多くは、ウェブの中でもデザイン、そして、あの、情報設計みたいなところをですね、あの、 まあ、フォーカスしたといいますか、そのあたりを中心に勉強したという経緯がありました。で、まあ、先ほど、あの、ゴー君から、まあなぜ今なのかっていう話がありましたので、まあ、そこと合わせてお話したいと思いますけれども、あの、まあ、ウェブに関わることで、まあ、多くをものすごくまあ学んだわけですけれども、実はまあそこからの私のまあキャリア的には、あのまあ、メーカーに実はあの転職しまして、 そしてまた今もですね、あのメーカーから、えーまあえー、プロダクションといいますか、コンサルの方に移ったという経緯があります。でまあ、僕の実はまああの、まあ、出身は兵庫県なんですけれども、まあ、実は高校の時にあの、まあ、阪神・淡路大震災にぶち当たってます。それから渋谷であの、まあ、特にあのウェブ会話の方と多くあの取り組んでた時期ですけれども、 あの東日本大震災にぶち当たりますで、えー、と今回ですね、あのえーまあ、コロナの影響もあって、まあ、どちらかというと、あのまあ、人生の中で、まあ、こんなに多くですねその災害、まあ、もしくはそういう災難と言ってもいいと思うんですけども、そういったところに遭うっていうのも、まあ、なかなかないんではないかと、まあ、自分としてはすごく思うわけです。 でウェブの業界であったりとかそのまあメーカーに移ったりとかする中でですねあのまあ自分たちがやってきたことっていうのがあのまあどういう形であのまあ評価されるのかもしくはあのまあ見ていただけるのかっていうのは、まあ、自分の個人的にもまあ関心事でありましたしなんかそこがあのどういう形で皆さんに伝わるのかっていうのも大きなあのまあ僕の中ではテーマ。 あったわけです情報設計という言葉を使って一応仕事を長らくしてましたけども結果としてそれがじゃあ伝わるのかとか伝えられたのかみたいなところっていうのは命題ではあったものの振り返って考えた時にその当時やってきたことっていうのが残っているのかとかですねそもそもその時の当時のパワー情熱をかけたことがですねきちんと伝わったのかであったりとかっていうのは なかなか実はあの、ずっと同じ業界にいると、まあ、振り返ることもないわけですよね。まあ、もちろん、企業としては、そういう評価、まあ、面談であったりとか、目標設定をしたりとかする中で、あの自分の成果っていうのを、まあ、上司に伝えるとか、まあ、会社の中で評価していただくっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、大きく捉えたときに、あのまあ、ウェブ、まあ、インターネットの、まあ、例明期からですね、あのウェブを作ったりとかするあの中で、あの 自分たちの活動とか行動っていうのは、まあ、なかなかこうあの残っていないっていうのにあの気づいたわけです。まあ、僕は、うんまあ、情報設計ってちょっと、ね、何回も言っちゃうとちょっと気持ち悪いかもしれないんですけども、まあ、いわゆるこうビジュアルデザインみたいな最終的に見た目としてあの、まあ、お客さんであったりとか、あの生活されている方に届くっていうのはあるんですけれども、うん、その、まあ、家庭においてですね、例えば下書きであったりとか、 その、まあ、スケッチだったりとか、まあ、そういったものってやっぱなかなか残ってないんですよね。まあ、インターネットの業界というのは実は、あの、まあ、すごくアップデータブルといいますか、あの、更新がすぐできるとか、すぐ前の状態に戻れるとか、そういったことをすごくこうメリットとして歌ってはいるものの、実はその、あの、まあ、作ってきた過程においてですね、あの、すべてがじゃあ残っているかというと、なかなか残ってなかったりとか。 まあそれは途中のものなのでっていう形であの吐き捨てられたりとか、まあ、そういったこともあ,のあるですよね。まあ、そういったことをあの、まあ、改めて今回コロナの中でもですね、自分の中で考えたときにあのそういう,こう風化してしまっているようなあの自分たちの活動とかっていうのもちょっと見,見,でしょう、ね、あの見直すきっかけになったというところであの話としてはあのまず思,い思ったというのが経緯です。 ちょっと長くなっちゃうんであれですけど、あの、まあ、きちんとこういったことはちょっとま、言葉にしたいなと思ってますので、あの、あの今ちょっとま、申し上げてるんですけれども、もう一つですね、あの、まあ、一番これが僕の中では大きいんですけれども、あの、まあ、年齢もあります。あの、これはあの、本当にものすごく個人的な話なので、ちょっと気持ち悪いって感じられる方はいらっしゃるかもしれないですけど、あの、ま、僕はま、40代です。まあ、先ほどのインターネットのまあ普及からですね、 あのウェブの例明期っていうことにかけては、20代から30代ですね。多分、まあ人生において一番パワーがかけられる時期に、そういったまあ活動とか運動に関わることができたんですけれども、あのまあもちろん、年齢も上がってきます。まあ、その当時、20代だった僕も、今40代。まあ、そういった形で、年代も変わってくるとですね、あのまあその当時の、例えばパワーが今かけられるかというと、かけられなかったりとか。 あのなかなかうまくそこがあの伝わりきれなかったりとかする部分もやっぱりあるんですよね。で僕がまあそういったことを考えた時にあの、まあ、正直あの、まあ、体の調子が悪くなったりとかあとは本当にあの、まあ、不運なことにそういう亡くなられたりとかする機会をまあ目にするのが非常にこう多くなってきたところもあってですね。あのまあ、それと先ほどの今言っているインターネットとかデジタルにおけるあのものが なななくなってしまうみたいなそういったようなことを考えたときにあの、まあ、何か残すことで次につなげられるんではないかというようなことをあの、まあ、考え始めましてで、まあ、これは本当に個人プロジェクトという形をとってますのであの、まあ、それこそ全全部の,あの、まあ、責任というかあのものは僕に全部あるんですけれどもそういったまあインターネットデジタルの世界であの、まあ、残ってないもの を、まあ、もちろん掘り起こして全部見つけられればいいんですけれども、なかなかそうもいかない部分もありますし、先ほどのまあ年齢が重ねていくにつれて、えー、そ,れその当時ですね、のまあパワーではない部分で、あの今も違うことをしてたりとかする部分もあります。なので、えっ、ー、と、まあ、残す対象ですね、まあ、ものっていうのはも、まあ、もちろんそうできればよかったんですけども、あのそうではなくてですね、人に一応フォーカスしようと。 っていうことをまあちょっと考えましたんで、まあ、今回はですね、あのまあ、当時、特にまあ僕がまあちょっとあの中心になって見てますけれども、僕とまあ関わりを持っていただけた方、まあ、その当時、本当にあの僕のロールモデルになった方、えー、そしてまあ情報をあのまあ発信し続けてくれた方、まあ、僕からすると注目せざるを得なかった方々にですねあの対象になっていただいて、ですねその方たちのまあ今を あの写真という形でですね、残そうというようなものです。なので、あの変にですね、そこから、えっと、何かこう、なんでしょう、それこそ金メダルをあげるとかですね、そういうようなことではなくて、それにあの対象の方々はですね、あの先,ほどまあ、先ほども申し上げた通り、まあ、僕が知ってる人ですし、あのまあ、僕からすると、あの非常にこう近,近いという近、近く感じる方ばっかりなんですけれども、 あのまあ、そこでまあ社会的なですね、すごくこうあのまあ受賞歴がある方であったりとか、道道後協会のお依頼さんとかですね、まあ、そういったようなあの判断基準ではなくてですね、まあ、完全にまあ僕個人がまあちょっとまあ独断と偏見になってしまいますけれども、あの選出させていただいて、まあ、お願いしてっていうような経緯でありますので、あのまあ今回のプロジェクトはそういったまあ経緯と、 あのまあ、僕の気持ち的にはあの、まあ、当時の人というとちょっとあの死んだ人みたいになっちゃいますけどもそうではなくてあの、まあ、インターネットのまあ黎明期以降ですねあのウェブの構築に多く関わった方そしてあの社会的な評価とかっていうことではなくて、まあ、僕からするとすご,いすごい注目をしていた方々をまあ対象にしたプロジェクトにありますと。あのまあ結構 長ったらしく話しましたけども、あの、まあ、そういったような形のプロジェクトになりますかね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど。うんうん、ありがとうございます。<laughs> ああ<の>、<laughs> そうですね。あの、非常にこうコンセプチュアルな部分も、えー。含まれてはいたんですが、まさにそのウェブとかインターネット。で、その、先ほど言ったように、まさに情報の更新が非常に容易な反面。うん こう意識して何かこう残すとか留めるようなことをしないと逆に言えば流れていってしまうものでもあるんでそういう意味であの今回のプロジェクトの一つこう鍵になるのはその当時あの坂本さんを中心としたまあ世界の中で 作物さんを作るまあ何か要素になったえ人たちがあの多分紹介されると思うんですけどそれはきっとあのウェブの世界もあのどんどん広がってはいるものの,あの非常になんていうか距離を超えるという性質も持っているので作物さんの一部でありまたあの同じ時期を過ごした誰かの一部だったりもするのでそういう意味でそういう何かこう見ている皆さんとかにも 何かこうリアルタイムであの共有されていたり共通していたりするっていう何かこうパーツ的な意味合いもありますし先ほど言ったようにその距離を超えてさらには時間を超えるんで今えウェブの境界に例えば関わり出した人たちの何ていうか土台をまさに作ってきた人たちのえ何かこう情報だったりとかえ当時の 自分の、例えばですけど、今若い方だったら、そえーまあ、例えば今回10年から20年ぐらい、えー、少し振り返る形の企画もあるので、そういう意味では、えっと、今、坂本さんの年齢、例えばマイナス10歳で、まあ、例えば20代後半とか30代の方っていうのを、うん、まあ当時のその方と今の自分を例えば重ねたときに、まあ、何か、昔のあの、 話ではあるんですけど、何かこう、重なる部分とか、えなんか受け取るものがあるんじゃないかなっていうのは、あの、はい、なんか残すものっていう言い方をしてますけど、あの、非常に今につながる何か発見があったりとか、うん、えー、共通する部分っていうのは、この10年、20年経ってはいますけど、何かあるんじゃないかっていうのは、僕は坂本さんの話からすごく、何というかあのひ、広げて考えてるところは少しありますね。 いやありがとうございますあのまさしく本当にそうであの、まあ、その当時を、まあ、振り返るだけだと、まあね、単純に振り返りになっちゃうんで、まあ、実はそこで次につなげるためにというか、まあ、次の世代にやったりとかっていうのも、まあ、テーマとしてやっぱりあの掲げたいところですよね。まあ、ちょっと時間があのなんか結構、まあまあ、懐かしい時間を過ごすだけになっちゃう。 ふうに見えるとあれなんですけどそうですね。うん、ですいわゆる思い出して懐かしむ回ではないということで、あるんですけどね、それはそれで、まあ、僕は、うん、大事だと思っていて、うん、あのそれはなんかさっきあのちょっと、まあ、話出しましたけど、あの本気であの今、当時のように、まあ、動けなくなって、 まあ体の具合が悪かったりとか、でまあ、亡くなられる方もいらっしゃいます。まあ、そういうことを考えると、実はちゃんと振り返るとかですね、ちゃんとあのときをあの、まあ、もう一度、まあ、自分の関係者も含めてあの思い出すっていうのは、すごく僕は大切な時間だとも思ってはいるんですよね。で、まあ、それがまあちょっとまあ僕の今の年齢とかキャリアだから、まあ、言える話。 だとは思うので、今ね、20代の人が振り返ってどうこうってなると、またちょっとニュアンスも違ってくると思うんで。はい、ただまあ僕はやっぱり当時、例えば、あの、ウェブサイトにも書きましたけど、本当に寝る間もシーンで打ち込んできたこと、あの時間とか、あのパワーっていうのは、あの、ものすごく実は関係する人も多いはずで、例えばその当時ご結婚されていたら、あの家族の方には、まあ間違いなく迷惑をかけてただろうし、 <laughs> あのまあ、今でこそね、あの時短とかそう、働き方とかっていうのは変わってきましたけども、当時やっぱり本当に2時、3時まで会社にいて、<laughs> あんまり言うと <laughs> 大丈夫かな、怒られそうだけど、<laughs> <laughs> 遅い時間まで起きて、それで、まあ、当時であれば、まあ、それこそあのミクシーとかそういったもので、ね、あの会社を超えて、 あの連絡し合ったりとか、なんかそういった時代もありましたので、なんか実は今回のプロジェクトをきっかけに、まあ、そういった当時のまあ方々と、もう一回ちょっと話,話をするとかですね、まあ、思い出すとか、あのまあ、当時迷惑かけたかもしれませんけども、そういった関係者と一緒に振り返るとかっていう時間にあの使っていただけると、僕はすごく嬉しいなと思います。そうですねはい、あのー 懐かしいプロジェクトではない反面もありつつ、同世代もあのしっかりなんかこう、昔の自分と向き合えるような何か発見があるといいなと思いますし、先ほども言ったように若い世代もなんか、あの、年寄りが話してるなではなくて、あの、何か今、今の時代だからこそ、当時の僕らがなんかやってたことが、なんか形を変えてね、生きるとすごいいいなというふうには思ったりしますね。うん はい。はい、じゃあ、えー、まあ、企画の説明はなかなか、こう、難しいところはあるんですが、多面的な、あの、プロジェクトにはなってるので、まあ、ある種、この業界にかかわらず、まあ、どなたでも面白い要素が見つかるんじゃないかなというふうに、まあ、これからなんですが、私も、あの、期待しながら、あの、プロジェクトを作っていきたいと思いますので、はい。じゃあ、チャンネルの、まあ、紹介というか、プロジェクトの紹介はこのあたりにして、 あの、中の方にちょっと進んでいきたいと思います。で一応、あの、坂本さんのことはみんな知ってる、見ていただいてる方は大体分かってるかなと思うんですけど、僕が誰なのかっていう話はなかなか <laughs> ちょっと伝わりづらいんですけど、はい、あの、坂本さんとはですね、あの、全然職で、あの、はい、一緒にお仕事をさせていただいておりました、ゴーと申します。で今回はですね、あの、まあ、その時の、あの、つながりもあって、あの、 多分、作本さんは、あいつは、まあ、声かけたらやってくれるだろうなと思って <laughs>、あの、<laughs> 声かけていただいたと思うんですけど。はい。あの、非常になんか企画的にもですね、ちょっとなんか他にない、ウェブなのにその最後、まあ、ゴールじゃないんですけど、その古典で、リアルで、しかも写真っていうその時間を切り取ったもので、あの、何かを伝えるっていうのは少し、こう、面白い切り口だなと思ったのが最初のきっかけで、 まああの忙しくはな,な,ないと言えば嘘になるんですけど、まあ、この企画にちょっと時間を使うっていうのは、なんか意味があるんじゃないかなと思って、あの今回はあの参加させていただいております。で、えっと、オンラインですね、はい、このような形でライブ放送するときに、まあ、ちょっとあの坂本さん9割、僕1割ぐらいで、こういうふうにしっかり進行あの <laughs> させてもらえればと思うので、あの皆様、坂本さんに集中しながら、放送を聞いていただければと思います。 はい。じゃあ、あの、あ早速、じゃあ内容にちょっと入っていきましょうか。はい、で、プロジェクトの、はい、あの、ウェブの方が一応立ち上がっておりまして、まあ、それに沿って、はい、はい、あの、説明していくと、あの、話の流れもつかみやすいかなと思うので、坂本さんにちょっと紹介していただきながら、ウォークスルーレビューのような形で、ちょっと、プロジェクト見ていきたいと思います。これで見えてますかね。 あの今回ですねあの、プロジェクトのウェブサイトをあのプロジェクトのメンバーで任意です、ね、あの作りました。で、これ公開したのは2週間ぐらい前かな、10月に入った時にあに公開をしたものです。あの実はまあいくつか更新はしているんですけれども、まあ、ここで一応オーバービューは見ていただけるようになってます。URL は erawebarchitects.com、あのエラウェブまあ、そのままですけれども、それでご覧になられ,るなれますので、 あのぜひアクセスしていただけるといいですと。でちょっと、まあ、スクロールして話をしますと、まず一番初めに、まあ、ちょっと今、先ほどですね僕がダラダラとお話ししたことをですね、あのまあ、文字にも一応まとめています。あ,のまあ、あんまり読み上げてもしょうがないかなと思いますけども、まあ、インターネットはデジタルなので、まあ、実体のない消えてしまう世界だからこそ残したいというのがまあ一番の,あの根本にあります。で あのまあ、今回の Web アーキテクトっていう言葉を使ってますけれども、あのインターネット黎明期からですね、あのウェブの構築が普及し始めた時期にあの、まあ、活躍された方あのっていうふうにちょくっております。あのインターネット黎明期っていう言葉自体はですね、かなりこうあの大きい話もありますし、ものすごくピンポイントさす場合もありますので、あの人によってはあの、まあ、どの時期っていうのはちょっとずれてくる場合があるんですけれども、まあ、今回はまあ私の あのまあ、選出っていうところもありますので、まあ、そういった期間の中であの、まあ、会話した方もしくは関わりが持てた方を対象にしています。でここにも書いてますけどもあのこの方たちだけを評価するとかそういったようなことではありませんしあの実際にあのスキルであったりとかもバラバラです。あのまあ、何を基準にっていうところをですね突き詰めてしまうと実は 選挙であったりとかですね多数決になることも多いと思いますので、まあ、今回は私の方からですね、まあ、この方であればあのお願いできるかなっていう形であのお願いしているというのが実態です。でえっ、ー、とまあ先ほど呉君からも指摘ありました通り、まり、あ、このプロジェクトがですね次世代にまあ何が残していけるのかっていうのを考えるという機会をですねあのできるといいなと思ってますので。 あのまあ、ぜひ先ほどの,あの振り返りの話とともにですねあの、だとしてこれからどうするのかというところにですねあの、持っていけるといいなと思っています。そのあたりがここに書いてます。でですね、あのまあ、インターネット連盟期とかっていう言葉をあのどんどん使っていますけれども、あのいろんなこう、まあ、解釈がある中で、ここで言っているのはですね、この1990年からスタートにしてます。 あのまあ、人によっては多分この前からですねそうあのインターネットで使われたよって話もあるかもしれませんしあの解釈によってはあの普及機器であったりとかあの実際に立ち上げ機そこでまあずれることも多くあるんですけれども、まあ、このプロジェクトの中ではですねあのこの20年間を一応こう、まあ、あの枠として捉えてまして、まあ、この中にはですねあのまあ先ほどの震災の話からですねあのまあ米国の 同時多発テロであったりとか、そしてまあリーマンショック、まあ、大きなニュースっていうのがあの3つほどここでは並んでいます。で、まあ、多くはですね、インターネットをまあウェブっていうところで切り出してますので、ウェブウェブ,ブラウザであったりとか、あの技術的なあの変化、変遷というものもあの中心に置いてます。まあ、このまあ期間を区切った理由は、ブラウザを通してっていうところがまあより大きい部分かなと思ったので、あのワールドワイドウェブが あの開始したところからを起点にしています。で、実はまあ日本の中でのニュースとあの海外のニュースとちょっとまあ混ざってここではちょっと書いてしまってますけれども、まあ、キーワードとしてですねあの、あの当時、もしくは自分が記憶になる,ある部分であの重なる部分があったらですね、あのそこをまあ起点に思い出していただけるといいなと思って、これを作っています。まあ、ちなみに、ゴー君はさ、あの、はい 自分が関わった、まあ、ウェブをなんか知ったとか見たとか、なんかきっかけとか、年代とかって覚えてますえっとですね、ウェブは、<laughs> まあ自分、今もう38、9になりますけど、うん、業界入った頃はちょうど、まあもう十数年なんで、まあ、仕事として関わり出したのはまさに、その、 2000年とか、そのあたりなんですよね。そうですね。多分、うん、僕もそういう意味で言うと、まあ、東京に来たのは2000年、ちょっと前だったのかな。うん、で、あの、僕は、先ほどの、まあ、専門学校から比べるとっていうところで、ちょっと、まあ、2000年より前に、あの、ウェブには関わってはいるんですけども、まあ、多分、ほとんどの方が2000年、 2004年とか2006年とか、そのあたりでなんか関わりを持ってた方がほとんどかもしれないですね。まあ、そういった意味であのまあ区切ってはいるものの、なんとなくですけども、ここにも参考を一応入れてますので、ウェブサイトの方では、この参考をまあ一応元にですね、プロットしている形にしています。はい、でですね、冒頭でも話をしてますが、これ実は写真。 点を企画しているというのがベースのプロジェクトです。あのですので、まあ、今回はですね、そのアーカイブといったりですあの、その時の活躍されてきた方っていうところの,あの、まあ、写真としてアーカイブしようというようなものになってますで、ます、あ。 展示に関してはまだ実は未定になってます。あの今ちょっとそれこそあの場所であったりとか期間っていうものを今詰めてるところでして、まあ、そのあたりのまあ情報に関しては今後あの配信していこうかなと思います。で、実はですね、もともとこの話をする際にあのイメージしてたのは、本当に僕があの先ほどのまあ情報設計であったりとか、まあ、20代、 えーまあ、デジタルメディアといいますか、ウェブのメディアの中でですねあの、関わらさせていただいた方々を中心に並べています。あの30っていうふうに書いているのは、実は30人を私の方で選出しています。あの実はまあこの中にですねあの、今はもうウェブの仕事をしてない方っていうのもいますし、あのまあ、当時もそうですけれども、まあ、デザインをするとかですね、何かこう自分で絵を描くっていうような あの職能と言っていいんですかね、そういったことではない方も含まれています。まあ、このあたりはあの僕の基準であの選出させてもらっています。まあ、いろんな方が非常にこうあの掲載させていただいて、まあ、僕も一応こう載せてはいますけども、まあ、僕はどちらかというと、法規人としては、あのまあ、僕を先頭にリストアップさせてもらったとっいうような格好です。まあ、ご存知の方もいらっしゃるでしょうし、あの 知らない人もいると思います。あのまあ、でも、まあ、このプロジェクトの中でですね、あのこの方たちにフォーカスするあのことを目的としてますのであの、ぜひですね、ウェブサイトの方を見て、このプロフィールとか見ていただくとあの、その方たちがどういったことをされたのかというのも簡単に分かるようになってますので、あのぜひご覧くださいと。 もちろん、あの、この方を出すんであれば、この方でしょ、みたいな、あの、解釈も、あの、出てくるとは思うんですよね。あの、ま、それは、ま、しょうがないのかなと思います。ま、もちろん、あの、これは僕の解釈でっていうところがやっぱりあるので、あの、ま、その中でもですね、あの、ま、この方にはお願いしたいと思った、ま、そういったような、あの、中で選出してますので、あの、もし、いや、この方じゃなくて、この方でしょ、みたいなご意見があったらですね、あの、 もちろんメッセージとかいただければ、あの、検討したいなと思ってます。あのというのでもですね、あの、今回まあ30人これ選出してるんですけど、まあ実はこれで終わるっていうふうには実はあんまり考えてなくてですね、実はこれ選出する時も、ものすごくもっと倍以上の人を選出しております。まあちょっとまあリストアップをまあ勝手にさせてもらってます。で、実はまあ今回切り出しているのは、多くはあの情報設計であったりとか、まあ本当に僕の えっと、業務のど真ん中で、あの、関わりを持てた方々ばかりです。で、そうではなくて、先ほどの、あの、ウェブ、まあ、ウェブ構築であったりとか、あと、インターネットの連盟機であったりとか、そういったような切り出し方をする場合はですね、あの、もう少し違うテーマであったりとか、まあ、違うポジションの方、まあ、そういったような切り方も実はできるんではないかと。 いうふうに考えてましたので、あのまあ、今回はこういう形で30人切り出してますけども、違う30人、もしくは違う10人、まあ、そういったようなあの展開的なものはあの想定しておりますので、まあ、ぜひですねあの、その時にはこういったテーマがあのいいんではないかとかですね、あのこういう方々を、まあ、フォーカスするといいんではないかみたいなもののご意見はあの絶賛大歓迎でありますので、あのいただけると嬉しいです。 で今回あの、プロジェクトをあのオンライン配信をしますので、まあ、ちょっとこのニュースの方でもですね追加してあのチャンネル見れるようにしますあの。アーカイブを残すようにしますので、まあ、そちらもウェブサイトの方からも見れるようにします。まあ、今回、この YouTube でチャンネルあの配信してますけれども、Facebook とか Twitter の方でもですね配信していきますので、あのまあ、どこからでもご覧いただけるようにしています。 フェイスブックの方では、このフェイスブックページみたいなものを一応作ってますので、こちらの方をあをいいねを押していただけると、あの今後の案内もしやすいので、よろしくお願いします、はいで。プロジェクトに関しては、ですねあの写真を撮るというところに関しては、実はあの僕もすごく写真は興味あってあの、頑張って毎日撮ってはいるんですけれども、あのプロの,あの写真家のですね坂本孝光さん。 あの、これはあの、実は僕と一文字違いなので非常にこうややこしいんですけども、まあ実は一文字違いだからこそ実はあの、繋がりが持てた方でして、今のこのウェブサイトにも掲載してます僕のプロフィール写真を撮っていただいた方がこの高道さんになります。えー、高道さんはですね、ニューヨークでもご活躍されていまして、あの、最近はあの、いろんなこう海外に行けない中でもですね、あの、 大使館でしたっけねそういうところに寄贈されたりとか非常にこう広くですねあのヨーロッパ、ドイツ、ベルリンであったりとかあの各国回ってあの展示会展覧会をされているような方です。で今回あのポートレートの写真を撮っていただくにあたってはですねあの僕の写真を見ていただくと分かるんですけどもモノクロであの非常にこう、うん、と表現としては、まあ、コントラストをこう非常にはっきりしたような特徴のある 撮影技法だと聞いてます。あの、これはあの、えっ、ー、と、デザインの方ですごくお詳しい方であれば、あの、聞いたことあるですね。あのプラ、プラトンさんっていう写真家の方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方もしているような技法を使って撮影いただいてます。で、まあ、この、まあ、僕のサムネイルを例えば、あの、Facebook ででで共有したた時にすすすすねごごくくもものの反響があったのを今でも覚えてますちょうど1年前かなだったんですけども、でその時に実はまあこのプロジェクトを思いついたのが、あのみんな通ればいいのになっていうのは <laughs> あの、実は正直その時は思ってですね、まあ、それもちょっと合わさって今回のプロジェクトになっています。なので今回はですねこの写真家の高見さんと、ホ、ま、ッ、あの,の僕が中心になって一応動いてはいるんですけども、 その他に一応あの賛同いただいた方々にですね、メンバーとして加わっていただいてます。で、この中には今回あの、私の方で選出したモデルになっていただいている方も含まれております。で、まあ皆さんお忙しい中ですけれども、いろんなことをあのご協力いただきながら進めているっていうのがこのプロジェクトになっています。あの、まあ今日もあの、ゴーんがこういう形でオンライン配信にはあのご協力いただいてますし、あの、まあウェブサイトの構築、そしてあの、 まあロゴデザインなんかもですね、ご協力いただいて作っているというような格好です。で、まあ、ウェブサイトなんで、一応、あの、いろいろこう、ご質問がある中で、FAQ とかも掲載しております。先ほどいろいろ冒頭でお話したことがあの書いておりますので、ご覧ください。で、まあ、ご意見等々ですね、ある方は、こちらの問い合わせフォームからいただけると、見ることができますというところでございますと。で、 ちょっとま、あの、企画に関してまだちょっと追加があるので、簡単にお話しますと、今回ですね、あの、写真展をするという話で一応、先ほども紹介しましたけれども、あの、いろいろな実は展開を、あの、検討しておりまして、えっと、今回のプロジェクトは、この写真、ポートレート写真を撮るというところが、あの、 ま、コアではあるんですけれどもあの、その方たちのことをですね、もっとよく知っていただこうと思うところもありますので、えー、実は今回のこのオンラインチャンネルでもですねあの、ゲストとしてお呼びしようかなと思ってます。それから、あのまだ、あ、これは検討中ではあるんですけれどもあの、今回のこの写真展の企画、実施に関してはあの、クラウドファンディングをあのする予定です。で、まあその クラファンをするにあたってですね、あの実はこういったオンライン配信であの協力者、賛同者を募りたいっていうのがありますし、あのもう掘り下げていろいろな方々を見ていくっていうことをですね、ウェブの方でもあの配信しようと思ってますので、あのこれはあのウェブのメディアですね。あの このウェブサイトではなくて、ウェブのメディアの方でもですね、あの、そういった、あの、掲載をしていこうというふうに考えておりますので、またこちらも、あの、別途ご案内させていただこうかなと思っています。で、まあ、今回クラファンをするのもそうですけれども、その、まあ、それぞれの方の、あの、 インタビューみたいなものを実施させていただいて、あの、最終的には、あの、写真集のような書籍化を僕論んでます。なので、実は今回の写真展という、まあ、一つの軸はあるんですけども、前後にですね、あの、ウェブメディアでの掲載、えー、そして、まあ、このオンラインチャンネルでのインタビュー、そして、まあ、えっと、まあ、メディアでの掲載からですけれども、あの、最終的には書籍化、 までは一応今回のプロジェクトとして取り組もうというのが計画の全容になります。はい。聞いてますかはい、もちろんですよ。<laughs> いや、まだいろいろ後ろに控えてるんで、なん,でね、なんかここまで来てすごいって思いましたけど、はい、始まったばかりすぎてちょっとまだ <laughs>、そうなんですよいただきが見えない。<laughs> これはね、僕もね、だいぶ追いついてないんで。<laughs> どこまでいけるか、まあ、直近でいくと、まあ、この,、はい、ああのオンラインの、えーうん、ライブ配信が割と中心になって、はい、年内は活動していく、はい、ようなイメージですかね。はい。あのまあ、予定で言えばですね、あの クラファンはちょっと11月には開始したいなと思ってまして、でこのオンライン配信はまあ並行してというか、あのまあ、ずっとやっていこうかなっていうふうにちょっと思ってますんで、まあ、近況含めてですね。なので、えーまあ、今後の逆に言うと、情報の手段としては、このオンライン配信が中心になっていくという感じです。はい、はい まああのー、毎週なるべくコンスタントに放送をしながら、まあ、ゲストの方をお呼びして、うんまあ、この企画に沿った内容を、はいえー、我々と、まあ、トークセッションしながらあの紐解いていくような形の、はいまあ、放送になる、まあ、これから予定でございますということですね。 あーでもなんか、あれですね、僕も直接お会いしたことある方もいらっしゃれば、あの初めての方もいらっしゃいまして、先ほどおっしゃられたように、今もうウェブの世界ではないところでご活躍されてる方も当然いらっしゃったりもしますよね。そう,すそうです、そうですね。ね、うん、ちょうどあの先日、写真の撮影を実は開始しまして。 そうだ、それも言わなきゃいけないな。えっ、ー、と、ポートレートの写真の撮影、実はもうスタートしてまして、あの、この方々にですね、協力いただきながら、実は写真撮影進めてます。ちょっとその模様をですね、ちょっと写真、僕がオフショット撮ったので、それでちょっと見せようかなと思いますけども。えー フォトに今見えてますか見えました ごーん、見えてるごーんの声がミュートになってるしました今、が一瞬 <laughs> まして <laughs> ごい、はい、見えております。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> なんかミュートになったからちょっとごめん、聞こえなかったと思ったんですけど。私も一瞬、はい。はい。これは最近の 近況のやつですね。ああ、そうです。スタジオですね。あの、本当は、あの、あのこの、実はこのカメラがすごくてですね、あの、これは。<laughs> カメラがすごくてっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、カメラもすごいですね。<laughs> カメラもすごくて、そうですね。あの、先ほどのあのプラトンさんがあの使ってるような機材を実は使ってて、この、 すごく写真、カメラに詳しい方であれば知ってる、あの、ハステルブラッドっていうですね、カメラを使っています。それこそ数百万ぐらいするやつなんですけども、それの,あの機材を使って撮影されています。この右側にちょっとまあ横側になっているのが、これが高光さんです。で、実はこのスタジオもですね、あの本来はというか、本当はこのハステルブラッドさんに協力してもらって、ハステルブラッド 東京のスタジオでやる予定だったんですね、これも。でこれがまたですねあの、残念ながらコロナで今貸し出し中止ですって言われてしまって、急き実はこの、あのこの神田にあるんですけどもあの、このスタジオを借りて撮影したという感じです。まあ、でもすごくですね、カジュアルなところで、あのまあ、駅で言うと岩本町とかが一番近いんですけど、<ー>なんかそのあたりにあるあの地下のスタジオです。あのここ まあ言ったら貸し切ってですね、あの撮影してます。あの、まあちょっと撮影、まあ時間等々ですね、かなりこう皆さんも忙しい中で、あの、まあちょっとずつですけども来ていただいて撮影をしているっていう格好ですね。こんな感じで。なかなか、あの、自分でもない体験だったんで、非常にこう面白かったんですけれども、あの、 まあ現状、実はあの半分ぐらいかな。半分の方に参加していただいているので、まだ全然これからです。直近では来週かな。来週ぐらいにあのもう一回撮影をするというような格好ですので、いろんな方が参加していただきつつですね、やっぱり同じ年代とかでお話ししてきた方々なので、この撮影の時間がですねあの重なる方同士だと。 あの非常にこう話も盛り上がったりとかしていろいろ和気あいあいと実はできたっていうのがあの最近の近況になります、はい、ちなみにあのあの今度多分そのやるときにはですねあのまあこの場所をもうほとんど一日中貸し切ってあのまあいつでも来ていいですよぐらいな体で撮影をしているっていう格好になっているので、まあ、本当に あの、まあ、一日スタジオにずっとこもるみたいな感じのものになります。はい。だからなんか、ちょっとま、これはあの、僕がオフショットで適当に撮っているので、あの、写りとかはあれですけども、あの、最終的な仕上がりは、あの、先ほどの、あの、ポートレートとして仕上げますので、非常にこう、ま、かっこいい写真になることはもう間違いないかな、と思うところですね。はい。楽しみですね。はい。そんな感じです。 ありがとうございます。はい、どうでしたか、撮影現場は。あの、皆さん、うん、撮られ慣れてる方ももしかしたら、あの、代表の方とかはねあの、撮られ慣れてる方いらっしゃいますけど、そうでもない方も多分、結構いるのかなっていう印象がありますが。はい、いや、えっとね、これは本当に撮られ慣れてる方はいなかったんじゃないかな。ああ、そうなん,、ね、もう皆さんやっぱり。 ぎこちない感じで、まあ、僕も含めてですけどもね <laughs> もちろんそこは, <laughs> はい、はい、多分あのプレゼンをするときに撮られるとかっていう経験は皆さん多いと思うんですけど、うんまあ、ちょっと、まあ、変な言い方をするとかしこまってというかあのはい撮りますよって言って撮られるっていうのはやっぱり誰しもがなられないんじゃないかなと思いますね、うんうん、今回まあちょっとポートレートっていうのもあるし一、まあ、人だけだし でまあ、そこには本当に写真家のね高道さんと一対一なんですよね。僕も実際こういう形でというかあの場所はここじゃなかったですけども撮っていただいた時にも非常にこう感じたこととしては、うん、やっぱりこの一対一で向き合ってですごくこう高道さんがす晴らしいのは本当にそのな何枚かいっぱい撮って。 うちから選ぶとかではなくて結構決めで取られるんですよね。ね<ー>本当になんかその早い方であればあの1枚目で決まっちゃうみたいな。<お>すごくないですかこれ。すごいですね。<笑><笑>いや。ああ、なるほどね。初対面なんですよ、もちろん。そうですよね。で、その初対面の中でその方のまあ言ったら なんでしょうね。いい面というか、うあの、切り取り方としていいところを、まあ、すごくものすごい早い時間で撮る。まあ、それがまた完成度高いっていうのはですね、すごいプロだなと思いました。まあ、本当に横で見ていただけですけど、僕は。まあ、そういう方と一緒にできているっていうのは非常にこう、まあ、やってる方もテンションありますよね。うん,う,んうん、うん、うん。それぐらい、あの、まあ、ね、 業界は違えどというか、うん、それはそれでプロフェッショナルな方と接することができたのに、うんうん、僕は本当に幸せだなと思いました。うん、なるほど。これは皆さんあれですかもうポージングとかはもう特に決まりなく、えー、ないない。何もない。なるほど。あの、それこそ、あの、まあ、もしこうね、あの、ぎこちなかったりとか、なんか、<laughs> 手のやり場に困ったりとかしたらこうしてみたいなみたいな感じであの、うん、いろいろこう、まあ、話はしながら、はい、あと特にあの目線とかですかねやっぱ目線とかはやっぱりあるので自然にしていただけるように場,、まあ、場を和ます的な感じで僕もいろいろこうお話をしたりとかして、うん、まあ多分なで撮られてる方からするとなんかあ,あいつの間にか撮られてたぐらいの方が多分自然だと思うんで。うん そう,ですね、そういう雰囲気の場作りとしてはあのやってましたね。なんかあれですね、やっぱりオフショット的なところは結構和やかなんですけど、じゃあ座ってみましょうかってなったときに、やっぱりちょっと空気変わっちゃうんですよね。そうそうそうなっちゃう。<laughs> <laughs> まあね、でもまあそこはそこで、あの本当にいい、逆に言ってその中でもいい家はすごく、うん。 そしていただけるので。まあ貴重な経験ですよね。うんうんうん、これは当然のことながら、その写真は展示会まで。お預けですよね。あの一般の。あのえっとですね。これは結構まあ高見さんとも相談したんですけど。はい。あの。宣伝にはなるので、僕はいいかなって実は思っててです、ね。はいはいはい。ただまあその、今回その。まあ。 あの写真展の作品化する部分といいますか、そこは展示会以降じゃないとだめなんだけれども、何枚か撮ってもらってるやつに関しての公開とかはあの別に当事者からであればいいかなと思。なるほどむしろな、写真を見て例えば知ってもらうっていうのもありだろうなと思うし。うん そうですね。あそう、そうなんですよ。あ、いいですね。楽しみでしょ楽しみですね。なんかこれを見るだけでもね、すごく、えー、と面白いなと思って。僕もこういう経験ないんで。例えば、SNS のアカウント開設しなきゃねって言って、あのそのままですね、僕。頑張ります。はい、準備しましょう。多分いいろいろ 展開はね、できると思うんで。うんうん、で、まあ、今回もそうですけど、まあまあ,あの、やり方ばっかりを気にしちゃうとなかなかできないんで、ま,あ、まずはやってみようというノリであのやってみて、もしそれで、うん、ダメだったら、まあ、ダメでしょうがないかなと思うし。<laughs> そうですね。手作りプロジェクト。いろいろなのでやっていきましょうよ。はい。ね、ぜひ。 まあこれをね、例えば見た方で、なんかお手伝いできそうな方がいたら、それはそれでまたぜひ見るかもですし、こちら側は。そうですよね。<laughs> うん、いつでも人で足りないですよね、うん、僕ら。そうなんです。すぐ遅延しちゃうから。<laughs> <laughs> はい。そんな感じですね。なるほど。いや、でも僕も改めて全容をこう投資で聞くと楽しみがありま、ね。そうなんですよね。あの うん、なかなかここまでの話って、こういう形で話さないと絶対話さないし、伝わらないですよね。そうですね、そうですね。うん。ううまあなんか今日もなんとなくあの聞いてる方分かったような感じもしますけど、あのじゃあ具体的にどうなの、何なのっていう話は、まあこれからこの放送をまああの聞き続けていただくことで具体化どんどんされていったり、その実態が 人を通して見えてくるかなっていうところが僕ら頑張らなきゃなと思うところなんで。そうですね、まさしく。なんとなく今日は、あの、雰囲気、雰囲気が伝われば、あとはもう一回次も見てみようかなと思ってくれれば、今日一応ゴールという感じでしょうかね。そうです。はいあの。そうです。100%理解して賛同してくれっていうのはまだまだ早いと思うんで、はい、これからプロジェクト見ていただいて、最後、 まあ展示会に足を運んでいただいたり、その書籍を手に取っていただくっていうところまで、なんとかつな、うんはい、げていこうというのが、このプロジェクトメンバーのお仕事になってくるかなと。です。はい。はい、さあ、じゃあちょっと頑張りましょうか、はい、ここから。ここからですね、すべ、はい、ては。はい。ほ、はい、ら、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。なのではい、えっ、ー、と。 そうですね。あの、なんか今見ていただいてる方で質問とかあればコメントいただいたら、うんまあ、あと5分ぐらい、1時間い。やい。さすがに質問しにくいっしょ。ででまだ。意外に来るんじゃないですか。来ないと思うけどな。<laughs> まさかりだけは決してお願いしますね。はい。 まあ多分、まあこのライブでね、この時間にまあ聞いてるというよりかは多分アーカイブで見られる方の方がまあきっと多いでしょうから。まあその見たタイミングでもしね、疑問とかまあ、うん、まあなんか、興味ありますとか、あのこ、ここはどうなんですかとか、はい、なんかそういうご意見あればね、あの、いただけるといいなと思います。今で言うと一応この YouTube チャンネル、 えー、あと、Facebook ページとか。まあ、僕のアカウントでも全然構いませんし、あの、ソーシャルのアカウントであれば、あの、はい。いただければいいです。まあ、先ほどのウェブサイトの問い合わせフォームは、まあ、一番かっちりしたところではありますし、まあ、どんな方法でも割と、あの、いいなと思いますので、ぜひ、そうですね。いただけると嬉しいです。はい、ね。はい。はい、次回放送とかでも、なんかいただいたものを、うんね、拾っていけたらいいですね。はい。 はいまあ、お問い合わせが来るのはあの前向きに捉えて、皆さんからお待ちしたいと思います <laughs> そうずはちょっとこういう場をういま作って、まあ、お話、ね、できたということが、まあ、ちょっと、まあ嬉しいことでもあるので,そうです、ね、今後、ちょっと、まあ、継続して見ていただけるようにあの、まあ、ゲストを呼んだりとかすることはもちろん。 あの、していきますんで、よろしくお願いします。はい。はい、では、第1回、0回みたいな感じですかね、はいはい、オープニングトークということで。はい。そうですね。あの、本当にちょっとまあ、突然だったんで、多分ね、あの、ちゃんと宣伝とか、来週からはもう少し手前にしたいなと思いますし、あの、その計画も合わせて、 郷く君も含めて <laughs> あの、ちゃんとしていきたいなと思いますので、<laughs> ぜひよろしくお願いしますということで、1> はいはい、第1回、これで終わりたいと思います。はいまたあ次の動画でお会いできると信じてますの,ので、よろしくお願いします。はい、そう見ていただいた方は、全員残っていただけると、はい、私も思いますので、でね、来週、はい、来週ですね、きっと来週次。 放送できるように、うん、はい、頑張りたいと思いますので、皆様、よろしくお願いします。では、終わりたいと思います。はい、はありがとうございます。はい、はいでは失礼します。